冬月さんってクールだよね。驚かないし、好きな人とかもいないんだよね。すごい、早速今までの人生にいなかったタイプの人に出会ってしまった。また会えるかな。同じ会社だったんですね。そちらも。ああ、これから同僚として。よろしくお願いします。